すげー。はい、マスオ TV です。いやー、今日も東京暑かったです。はい、もう夏が来たってことで思わずこれ買っちゃいました。じゃん、夏ピア花火超特大号ってことで、はい、ちょっとこれで全国の花火だったり首都圏の花火をチェックしてたんですけど、行きたいところばっかっす。はい、皆さんのおすすめの花火大会はどちらのでしょうか。今日はね、この中からね、3つ ?4 つ僕のね、なんか行きたいなーって思う、花火大会ご紹介していきたいと思います。イエイ。はい、花火大会って夏結構ありますけど、あれ?いつの間にか終わっちゃったの?みたいなこと結構ありますよね。そういうのね、漏らさないためにチェックしてるんですけど、なんだかんだ行ったことないやつばっかっすね。ということでね、今日はね、この夏ピアから選んだ僕が行きたい花火大会ベスト3ご紹介していきたいと思います。祇園柏崎祭り。はい、僕新潟県出身なんですけど、この柏崎っていうところのね、花火大会がね、すさまじい。はい、約1万5000発発射するんですけど、もうね、水面に映る花火と上に上がる花火のコラボレーションがね、ものすごいんですよね。はい、特にすごいのが尺玉100発一斉打ち上げっていうのがあるんですけど、本当に100発一斉にブワーって上がって爆発するんですね。もうね、昼かって思うぐらいに明るくなるんですけど、もう一面全部花火に覆われるぐらいすごいです。祇園柏崎祭り、一回行ったことあるんですけど、もう一度行ってみたい。北海道勝舞の花火大会。はい、北海道勝舞っていうところの花火大会らしいです。はい、なんかエンターテインメント性では国内最高峰の花火大会ってことで、約2万発も発射されるらしいです。うん、北海道行ったことないんですけど、見てみたいっすね。音楽照明との見事なシンクロってことなんですけど、いやー、なんとなくね、行ってみたい。うん、よくわかんないですけど、なんとなく行ってみたいんで選ばせていただきました。諏訪湖祭り湖上花火大会。はい、長野県の諏訪湖で行われる花火大会です。これ見どころがね、すごいんですよね。水上スターマインや全長2キロの大ナイアガラで、約ね、4万発も発射されるすごい花火大会なんですね。僕昔行ったことあるんですけど、自分の視界よりもさらにね、広い範囲で花火上がってるんで、なんかね、魔法を見てるようなそんな感じですね。しかも音楽といろいろ組み合わせて花火が上がるんで、もう僕が今まで行った中で一番凄まじい花火大会だったのがこの諏訪湖の花火大会なんです。行ってみたいな。はい、ということでね、今日は僕が勝手に行ってみたい花火大会ベスト3選ばせていただきました。はい、でこれ以外にも三重県の伊勢神宮のね、花火大会約1万発、あの岐阜県の長良川の花火大会約3万発とかね、行ってみたい花火大会いくらでもありますね。秋田県の大曲の花火大会とか、あとね、新潟県の片貝の花火大会とか、行ってみたいとこ盛りだくさんです。はい、今年の夏は花火楽しんでやるぞっていう方、ぜひ一度こういう雑誌買ってみてチェックしてみてください。はい、ということでね、もう完全にこの暑さなんで、もう完全に夏来てるんですけど、ちゃんとこういう花火とか見逃さないように皆さんも夏楽しんでいきましょう。ということで今日もね、花火についてご紹介していきました。以上、マスオ TV でした。バーイ。夏楽しみます。